元旦に発災した能登半島地震のこと、急がなきゃダメなんですね。政府の初動がかなり遅かったです。正月休み明けてから本格始動しましたから、それによって多くの人々が被害を被ったし、でここから先ですね、昨年だけでも数々の、豪雨被害であったりとか、いろんな災害があったんですけど、半年過ぎ1年過ぎて今分かることは、みんな切り捨てられてるんですよ、被災者たちが。おそらく能登半島もリップサービスでは立派なこと言いますけれども、この先同じように切り捨てられます。それ何とか止めなきゃダメなんですね。棄民政策、人々を切り捨てる政策を取るっていうことは、これはもう明らかなんですよ。これまでの政府の動きを見てれば。だからこそこの能登半島で能登の方々が苦しまないように、岸田政権下で起こった災害によって切り捨てられてるような状況の人たちを何としても国がバックアップしていかなきゃならない。